リフィルの遺跡へのこだわりは母親を探すためのものだったんだね。感傷を隠すためあえてあのような振る舞いをしていたのだな。リフィルさん、かわいそうです。でもこれからはリフィルも。ゼロス、よくも貴重なバラクラフ王朝の壺を今日という今日は許さんぞ。リフィル様、壺なんて後でいくらでも変わって。おら、うん、変わってないね。そのようです。やれやれ。しちゃうな、世界再生の旅のこと。今度はお前の病気を治すために来たんだ。テセアラの救いの塔はさあ、ゼロス。もうおっかねえな。どうやどうや、俺様って今輝い。はいはいはい。下品な笑い声だな、ゼロス君。何がいつも以上にうるさいってんだろ。こいつはいつもこうだよ。するとね。誘惑だ。なんて悲しい場所なの。いや、そんなことよりここはほん…そう、そうだよ。体が震える。バカな。ロイド、これに…これは…ここで二つの世界はつながっているのだ。クラトス、またあんたか。本当に4000年前の勇士。分かっているなら話は早い。ミコにはデリスカーラーへ来て。まだそんなことを言うのか。世界を歪めてまでどうしてマーテルを生き返らせようとするんだ。語る必要はない。あんたはやっぱもしかしたらって思ってたのに。今さら何を言うのだ。今度は手を抜くなよ。少しは腕を上げたのか。受けてみろ。行くぜ。ジャッジメント。決戦空破サンダーブレイド。フォトン空山。終わらなくてよ、今よ。旋風効果。それはっ、風襲撃。風雷陣地。フィールドバリア了解よ。はっ、魔人家風雷陣地。はっ、サンダーブレイド。火線効果。はっ、小賀ハザッチ効果。そうだ、大魔人家風雷陣剣。はっ、風雷陣剣。コガハザ起点勝利者メッツ流線。オーマ人権タフライ人権紅茶へアイストレードフライ人権コガハザ起点勝利者。オーマ人権マスイヤ人権。
ため。ファイヤーボール。ありがとうかよ。受けてみろ。ジャッジメント。地平線。無駄だ。決まれ。ウィンドバッター。ポッシュ撃。トーマ人剣。行くわよ。ナース。了解よ。天ショック。トーマ人剣。ありがとう。天ショック。サンダーブレード。ウーライ人剣。無駄だ。決まれ。アドプレッシャー。ねえ、コガハザ起点ショック。了解よ。受けてみろ。ジャッジメント。ボス、ありがとう。ゴーマ人剣、ウーライ人剣。ハッ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 。抵抗はやめることだ。抵抗すれば容赦はしない。まだ生きてるのか、俺たち。コレットちゃんを治療する準備が整うまでは命があるみたいよ。あのままじゃ使えないんだとさ。はめられたのか。コレットを治療するための道具を僕、それからここに連れてくれば、あいつらも手間が省けるでしょ。クラトスのやつ、俺はまた騙されたのか。ライダー、我々はともかくコレットたちが。しかし俺ってどうしてこう何度も牢屋に入れられなきゃならないんだ。日頃の行いだな。日頃、命があるだけマシだろう。まあな。くそ、頑丈にできてる。鍵も開けられないな。こっちもだ。ビクともしない。コレットかプレセアはここを壊せないか。ダメだったの。すみません。発砲塞がりか。どけ。すごい。どうしてこんなことがて。私はもともと足より手を使った攻撃をと。エクスフィアは装備者の能力を最大以上に発揮させるもの。だったら最初から手で戦えばいいじゃねえか。私は二度と。今回はロイド、世界を統合してコレットを。あ、よしみんな、いただくも。ついてたらすぐ。そうね、コレットは。私たちは連行されているふりをしましょう。わかったよ。右も左も天使天使天使、どいつもこいつも人形みたいで薄気味悪いぜ。
人形ですか？確かに。何考えてるのかよくわからないね。あいつらだって先生たちと同じハーフエルフのはずなのに。私もそうなんでしょうか？え？私、あの人たちが私に似ていると思いました。私は人間なんでしょうか？何言ってんだよ。プレセアは人間だろ。そうだよ。そうでしょうか。マナのかけらは配布中止だ。元のエリアに帰りなさい。分けてくれねえのかよ。人間？これはクルシスの軌跡を研究するためのハイエクスピア。そうか、確か人間を使った研究が行われていると言っていた。そう、そうなの。そのためにマナのかけらが。分かった。ではそんなもんいるのかよ。当たり前。クラトス様、巫女の儀式の準備のためにマナのかけそちらに使いを送ったので。わかりました。それ俺たちのことだ。まさかお前たちがクラトス様の使い。おう。人間は黙っていなさ。クラトスさんは仲間。しかしさっきハイエクスフィアの研究に使うと言っていたが。そうよ、ちょうど儀式にも必要だからということで。急いでちょうだい。しかし身分し、それにお前たちはディザイアン階級のようだし。つべこべ言ってる場合か。あんまり待たせるとユグドラシルが怒るんじゃねえの。そうだよ、ユグドラシル様に逆らうと。わかった。必ず届けてくれよ。なんだろうこの街の違和感は。多くのものが存在しているが、ここには生活感がない。それが原因だろう。そうか、生きてるけど死んでるのと同じなんだ。何も考えてないんだ。そのようだ。クルシスはやっぱり間違ってるよ。ここの天使のほとんどはやはり心を失っているようね。考えることもできず長い年月を生きていく。彼らはもう幸せを感じることもできない。悲しすぎるよ。コレットが天使になっちまわなくて本当よかった。この町の奴らを見てたらそう思うよ。
なら楽勝だな。させるか。決まれ。ゴミを捨てる。フィールドバリア。てえ、レッグーザン。させません。てえ、子がはざ。決まれ。アイアボール。無駄よ。てえ。てえ。新しい力。眼界襲撃。行くわよ。アグリゲットシャープ。決まれ。スルーカニング。子がは。弱い犬ほどよく吠えるよね。ここってどのくらいの高さなのかな。なんてったって救いの塔の中なんだからな。雲よりも高いの。周りに星が見えるんだ。雲より高いに決まってるさ。そうだよね。不思議。いつもは星を見ると安心できるのに、今はなんだか怖い。大丈夫だ。お前は俺が守るから。クルシスなんかに渡さないから。ロイドがいてくれるから怖くない。早く地上に戻ってお前の病気を治してもらおうな。うん。また戦うんですね。させるか。はっはっはっ。てやがれ。フィードバリア炸裂熱戦。はっはっ。てやがれ。滅空弾決まった。させません。はっはっはっ。てやがれ。高衝撃風撃優勢勝利でいいよ。勝ちました。
大したことなくてね。敵ですか。させないよ。行くわよ。フォーゲリゲットシャープ。てえ、滅空山。たはってえ、古賀破山。たはってえ、たはってえ、古賀破山。よーし、終わり。この無重力ってやつはどうも苦手だよ。慣れちまえば結構楽しいぜ。女の子を誘ってここに来てみろって。あんなことやそんなこと、普段できないことまでいろいろ楽しめるってもんだぜ。なんだ、鬼ごっこでもやるのか。つくづく夢のない男だね、お前さんは。これなら楽勝だな。させるか。たはってえ、古賀破山。リードバリア。放襲撃。たはってえ、古賀破山。熱流星。たはってえ、古賀破山。たはってえ、た今助けます。熱流山。ま、こんなもんさ。ゴブの力で大丈夫。させるか。助けない。勝利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 古賀破山式。させるか。メッセージ古賀破山。させません。行くわよ。フィールドバリア烈空山。なんだい、これからだったのに。また戦うんですね。させるか。さあ、メッセージ。メッセージ。テヤクレキ。メックーザン。思考滅流戦。テヤ。私に構わないでください。三下は引っ込んでな。させるか。行くわよ。フィールドバリア。テヤ。攻撃勝利キーよ。てえ、古賀破山。たはってえ、古賀破山。たはってえ、攻撃戦。行くわよ。アグリゲットシャープ。はってえ、烈空山。たはってえ、古賀。よーし、終わり。
肩慣らしていこうか。させるか。やはっ、はっ、いくわよ。ルゲイルのバリア、ショッ、ショッキーよ。はっ、てさせません。はっ、てやっ、コガハザン、いくわよ。三力せん、よーし、終わり。容赦はしなくてよ。ハッヘッハ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 ッ。大したことなくてね。助かるか。はっはっはっ、行くわよ。サグリゲットシャープ、コガハザン転生か。さあ、はっ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 、さすがよ。大丈夫。ファーストエイド。相手が悪かったな。もう飽き飽きです。させるか。行くわよ。サグリゲットシャープ、転生か。行けるぜ。大丈夫か、プレセン。顔色が悪いようだが。なんだか頭が痛いです。それに、それに、ここは嫌いです。静かで何もない空っぽの世界、まるで死の世界のよう。早く地上に帰りたいです。私もだ。みんなで帰ろう、私たちの世界へ。容赦はしなくてよ。はっはっはっ、いくわよ。サグリゲットシャープ、ショーピンショーリティーよ。はっはっ、てやい。まだまだいけるぜ。大したことなくてね。させるか。はっはっはっ、いくわよ。コガハザン決戦区の時間じゃない。思考滅流戦、はっはっ、コガハザン。今立て、相手が悪かったな。
き焼きです。させるか。今助けます。終月レスサークル思考滅流拳。冗談じゃないよ。無実拳烈空山。ま、こんなもんさ。さっさと片付けちまうよ。烈空山行くわよ。シャークよ。シャーク、コアハザン危険ショック。フィールドバリア。させるか。タハッテタハッテ。まだまだいけるぜ。五分の力で大丈夫。よし。タハッテ。ムーブアグリゲットシャープ。フェイフォー襲撃。決戦。タハッテ。このハザ思考超破人。衝撃よ。フィールドバリア。サンデッキ。隠れて攻撃戦。古賀破産。手応えないね。剣は確か…まさか…おいおいおい、そんな大事な剣ならこんなところにほったらかしにして。これを持って帰ってヘイムダールの族長に見せたらどうだろう。そうだね。資格なき者は去れ。無駄なことはやめる。グドラシル。資格なき者はエターナルソードに触れることすらかなわない。資格だと。きっとオリジンとの契約だよ。それオリジンはクラトスが封じている。どのみちお前にその剣は装備できない。エターナルソードの力がなければお前たちの旅は無駄。無駄なことをしてるのはお前だろう。第一そのことと世界を二つに分けることにどんな関係があるんだ。世界が二つに分かれているからこそ。違う。二つに分かれているからマナが欠乏して数えきれない人々が犠牲になってるんだ。考えてみる。なぜマナは欠乏しているのだ。僕、魔科学の発展でマナが大量に消費された。そう。そして魔科学は巨大な戦争を生みようと。戦争はマナをいたずらに消費する。話をすり替えるな。お前が大いなる実りを発芽させないからマナ不足も解消されないんだ。すり替えてはいない。大樹が蘇ったとしても戦いが起これば木は枯れる。戦争は対立する二つの勢力が。だから私は世界を、あの愚かなカーラーン大戦を引き起こした二つのシルバラントとテセアラに閉じ込めると。そしてマナを搾取し合い繁栄と衰退を繰り返すことでマカというわけね。もっとも今は少々テセアラに傾きすぎだ。嘘だ。お前はマーテルを助けるために大いなる実りを犠牲にする。そうだ。
お前がコレットを救うため衰退するシルバラント、それはやっていることは同じだ。違う。ロイドはお前なんかと何、ロイドはコレットも世界も救える道を探してる。お前はそれを諦めた意気地なしだ。同じことだ。私は何者も差別されない世界、それが世界を救う道だ。何者も差別されない国。人は異端のものに恐怖し、それを嫌悪する。自分と違うものが恐ろしいのだ。ならば、皆が同じになればいい。エクスフィアを使い、体に流れる人やエルフの血をなくせば、この地上のものは全員無機生命体化する。差別はなくなる。それが私の望む千年王国だ。みんなが同じ。そうだ。ビザイアンもクルシスも差別を生む種族の争いは消えるのだ、ジンニアス。差別されなくなるの？本当に？ジンニアス、騙されるな。そのためのエクスフィアはと、マーブルさんみたいに誰かの命が削られてエクスフィアができる、そんなのおかしいじゃねえか。改革に犠牲はつきものだ。それがわからないなら、ただしミコは渡してもらう。ダメだ、それだけはさせない。ならば力、力の違いを見せてやろう。滅びよ。行くわよ、フィールドバリア。その手で、これはクーザン天照者思考滅流さ、子が破産思考昇破陣。了解よ、これはどうだい、移行しよう。滅せよ、ホリーランス。ワンフィールドバックサイド、子が破産天照者。これはどうだい、行くわよ、移行しよう。了解よ、助かる。滅びよ、その程度。邪魔をしないで。了解。コレット、今だ。ユグドラシル様、この構造、同族とはいえ許さぬ。ユグドラシル様、プロネーム。あの例の剣が動き出しましたよね。分かった、覚えておけ。全てを救える道がいつもあるとは限り、ロイド、お前の追いかける道は。どうして俺たちを見逃したんだ。まさか、まさか。どうしたの、ジーニアス。何でもない。ロイド、一刻も早くコレットの治療を。そうだな、一旦も。ウィルガイアってすごいところだったな。うん。お前さっきから元気がねえな。大丈夫、コレットならアルテスタさんが助けてくれるって。そうだね、そうだよね。コレット早く元気になるといいね。コレットちゃんのことを気にしてたわけじゃないみたいだな。だな。
エターナルソードが目の前にあるのに何もできないなんて。仕方がないわ。私たちにはどうすることもできないと知っているから、ユグドラシルは剣をここに置いていったのよ。ユグドラシルの言っていた資格とは何だろう。その話は後よ。今は一刻も早くコレットの病気を治さないと。体がしびれてる。父親に会いたくないか。親父に何か。クラトス、レネゲードはクルシスと敵対関係なんだろう。なのにどうして。静かにしろ。もっとも皆薬がよく効いてぐっすり眠っているだろう。薬だと。親父はどこだ。親父に何かしやがって。お前ら全員ただじゃ済まさないぞ。久々の親子の対面にそんな無粋はないだろう。やはりそうか。ハイマで私を狙った暗殺者は。クラトス、息子の命が少しでも惜しいと思うのなら我々に従え。何を
言ってるんだ。オリジンの封印を解放しろ。さもなければロイドはここで死ぬことになる。嘘だろ、クラトスが俺の、俺は信じない、信じられない。実の息子にここまで否定される気持ちはどんなものだ。その様子ではオリジンの解放に同意するつもりはないようだな。それならばお前に死んでもらうだけだ。動けば息子の命はないぞ。貴様は家族ができて変わったな。15年前のあの時もアンナを化け物に変えられてお前は抵抗の術を失った。何？アンナもお前についていかなければあのような姿になることもなかった。哀れな女だ。母さんを愚弄するな。クラトス、無事か？信じたらいいんだ。ロイド、しっかりして。嘘だ。クラトスが俺たちを裏切ってコレットを苦しめた、あいつが俺の父さん。ロイド、自分を見失わないで。誰の血を引いていても、どんな生まれだったとしても、あなたはあなたでしょ。俺、どんな姿になっても天使になっても、私は私だって言ってくれたのはロイドだよ。それにクラトスさん、ロイドを助けてくれたんだよ。そうだな、ありがとう。でもやっぱり俺はあんたを父さんとは呼べない。ロイド、あんたのクルシスのやり方は嫌なんだ。今までたくさんの人が死んだ。シルバラントやテセアラの人もみんな犠牲になった人たちだ。でも目的のためには犠牲が出てもいいなんて思えないよ。死んでいい命なんてない。俺はコレットを助けるために世界を見殺しにはしない。最後の最後までみんなが生き。素晴らしく臭い演説だね、ご苦労様。ミトス、僕が気づいてないとでも思った？残念だったね。クラトスにはプロネーマを監視につけてたんだ。ロイドたちに情報を流していたみたいだからね。クソ、ユグドラシル、お前なかなか面白い思考だったよ。僕の邪魔ばかりする薄汚いレネゲードが。お前、本当なら殺すところだけど、姉様に免じて命だけは助けてあげるよ。やめろ。お前一体。どうしたんじゃ。ミトさん。やっぱり。正解だね、ジーニアス。
るさい。ミートース、助けて。なんてこと。どうして、ミートス、どうしてだよ。なんでタバサやアルテスタさんを傷つけるのさ。タバサ、不気味なほど僕の姉様に生き写しのあの人形、ずっと気に入らなかった。あいつは姉様の心を受け止めきれなかった。出来損ないの器だ。見るだけでヘド。このクソガキが俺のし。ライダー、やめて。ダメだよ、二人とも僕の友達なんだから。ユグドラシル様、まだ傷が癒えておらんのでしょう。ここは他の…わかった。そこをどけ。これは厳しい戦い。新発見だ。ダマ、この一撃で新発見だ。決戦空破、請求フォトン、滅空山、行くぜ。今よ、旋風後半。まだまだいけるぜ。死ぬための命なんて、あっ、自分がつけているそのエクスフィアが何。
ミトスがユグドラシルだったんだ。ジーニアス、あなた気づいていたわね。どうして言わなかったの？だって信じたくなかったんだ。僕と友達になってくれて、あんなに優しかったミトスが。ジーニアス、彼に囚われないで、そして惑わされないで。わかるわね。わかってる、わかってるけど涙が止まんないんだよ。